2015年6月、千葉県市川市東浜で起きた水難事故で人命救助に当たった2名の方がいます。プロバードウォッチャー永井雅人さんと船橋市公園協会職員の大谷雄一郎さんです。人気のにぎわう休日の海岸にて外国人3名が溺れ、うち男女2名が亡くなるという海難事故でした。僕が講師というかガイドで野鳥観察会というのをこの場所でやってまして、そしたらちょうど今ちょっと遠いんですけど、あそこに緑のフェンスみたいなのがあるんですね。中は貝を掘る場所なんですけど、その手前だいたい300メーターぐらいのところなんですけど、まあ、そこにいたら女性がキャー助けてと本当ダッシュしてきて、溺れてるって、人が溺れてるって、もうすごい連呼してきたんですよ。でも何事だろうっていう感じだったので、お客さんをちょっと僕じゃ見てきますねって言ったら、振り見たら300メーターあったんですけど、まあ、ダッシュでここまでその女性と一緒に本当ダッシュしました。ここに来てパッと見たら、ちょうどあちらの赤い V のような場所の、あの V の手前に一つ、 V の向こうに一つという感じで、まあ、それが溺れてる人だっていうのを周りの方が教えてくれて、全部短パンと T シャツだけになって泳いでいったと。で、泳いでいくときにちょうどあの満潮の時間に向かっていたので、潮が上げ潮なのでちょっと斜めにこう多分入ってくるんで、それほど難しくなく現地にたどり着きまして、女性の、その方は女性だったってことはそこで言ってわかる。で、こう首の後ろをこう持ちまして、頭こうなってるんですよね。こう持ってなるべく顔を上げて、左手でこうやって推進していくっていう方法を取ってみました。それで、途中までなんか重いんですよ。網に満タンのこのぐらいですかね、殻付きの牡蠣持ってました。それなので手をこうやって離そうと思ったら離さないんですよ。で、とにかくこう手をこう指一本ずつ取って無理やり離して捨てました。で、着いた時には、まあ、永井さんが V の手前3分の1、2ぐらいのところにいまして、大丈夫ですかって言ったら、ちょっともう無理っていうことで、で、そのまま私も自分の貴重品を置いて現場に泳いで向かいました。で、向かって、バトンタッチして、自分も頭の女性の方のこの後頭部を持って、こちらに向かってなんとかたどり着きました。で、この場所は船が通るので航路が掘ってあるんですね。で、あの V の赤い V の向こう側が航路になっているので、ここから急に深くなってずっと水深がある状態になっております。危険な場所が多いので、まあ、入らないでほってくださいということで、こちらの方は、まあ、声をかけはしてるんですけど、一帯ではそのカキだったり貝を取りに来て溺れて亡くなる人っていうのは毎年出ています。あとこういう事件があったので、まあそのこちらの事務所でもそういうマニュアルができたりとか、救護のものを揃えたりとかっていうのもしたので、うん、まあ今後ないことに越したことはないですけど、より迅速な対応ができるようになるんじゃないかなっていうふうには思います。あとですよね、まあ、我に返った時というか終わった時ですね、その時にね、非常にモヤモヤしてましたね。なぜかというと、もう一人がこういう、こう仰向けじゃなくてこういう向きで沈んでたじゃないですか。あの人なんとかならなかったかなっていうのは、すごくあのタイミングでひっくり返せなかったかなとか、でも 2,30 メーター先だったしなっていうんで、余裕も僕もないなと思って一人に選びましたけど、まあ、そのことはちょっとずっと引っかかってましたりして、あともう一個は、あ、昔すげえ泳げたわ、あくまで昔だったなっていうのもあるし、人を思ったらそんなことはできないっていうこととか、まあ、いろいろ思って、助けるなら2人組で、うん、やっぱり行くのが一番いいな。休日の海岸で起きた事故でしたが、永井さん、大谷さんの2人の連携によって1人の命が救われました。